ありがとう。釘先は強い。いや、釘先僕好きなんだけどな。心も強い。ミワちゃんの次に好き。きめえな。ミワちゃんも可愛いんだよな。きめえな、なんか。可愛くない？ミワちゃん。きめえ、なんか。ミワちゃん可愛いんだよな。呪術廻戦ね。あんま呪術廻戦おもろいんだよな。呪術廻戦読まなきゃな。あんまこう女キャラに惹かれることないんだけど、アニメとかで。ミワちゃん可愛いなって思うわ。ミワちゃん可愛いはさ、浅くない？いや、そう、浅さでいいんだよ、別に。浅せよ、可愛いなぐらいでいいんだよ。浅せやん。役立たずなの、めっちゃ可愛かったんだよな。チャップー。でも俺、五条がさ、ミワちゃん矢印の、なんかミワちゃんっていうのやめてくれる？ちょっとちげんだわ。あれ、なんかミワちゃんっていうのやめてくれる？浅い割になんかめっちゃファンじゃん。嘘。やめてくれる？ちゃん付けで呼ぶの勝手に。紫あげるパターンこれ。いや俺なんかもう、ムカつくんだわ、ミワ。あ、ミワにムカつくの？なんで？なんか相対的にさ、いい子じゃん。いや、そう。まあまあ、比較的登場人物の中だといい子では。他がマイナス2ぐらいの人格してるから、プライチですげえ唯一性誇ってくるけどさ、なめんなよ、呪術師。いいじゃん。刀捉えて役立たずになるぐらいがいいのよ。なめんなよ。ちょっとやめてくれる？ミワちゃんのこと悪く言うの。歪むだろ、他。ちょ、逆に際立つよ。なるほどね。ミワちゃんのおかげで際立ってると、他の。そうそうそう。ミワ様のおかげで。そうそう。なめんなよ。ミワとマキのなんかあれもいいわ。マキさんの。いるいるいる、揺れてる紐めっちゃ。